猪瀬直樹です。維新は身を切る改革、かっこいいでしょ？そのためには国民は不便を我慢すべきだ。大阪はコロナ日本で一番死んだ。死体の山ゴロゴロ。これでいいんです。マイナカード少し不便があっても我慢すりゃいいんだ。マイナカードごちゃごちゃ言うやつが多すぎる。僕の国会質問聞いてね。猪瀬直樹君。日本維新の会の猪瀬直樹です。現役世代の普及率はかなり進んでいるんですが、これから子どもたちや高齢者などに、先日の本会議においてマイナンバーカードの義務化について河野大臣にただしましたが、現段階での義務化は難しいという答弁でした。これは将来的な義務化に含みを持たせたものと理解しておりますが。河野デジタル大臣。はい、繰り返しですけども、現段階でカードの義務化は難しいと考えておりますので、特に先のシナリオもございません。普及率をどんどん上げていくためには義務化という考え方がどこかに根底にないと進められないんじゃないかと思うんですがね。教育、勤労、納税は国民の三大義務とされておりまして、顔写真付きの身分証であることが義務化の障害なのか、分かりやすく説明をお願いいたします。効率化というか、カードの普及のための努力を、縦割りの役所を超えてデジタル庁に期待し、河野大臣の、これからのあれですね、壁を越えるというか、役所の壁を越えた戦いというのをやっていただきたいなと、こういうふうに思っております。高齢者施設に対する調査結果を拝見しまして、施設側は業務負荷が増えるために介護、マイナ保険証の申請代理やカードの管理に消極的であるというふうな結果であるということなんです。いうことで、医療情報とか投薬情報とか、そういう的確な、そういうものを把握していた方が、その施設にとっては非常に効果的であるというかね、そういうことになると思うんですよね。やれないとか対応できないっていうふうな、非常に、マイナスの印象のお答えなんですよね。むしろメリットの方が大きいんじゃないかと思うんだがね。だからですけどね。武田参考人、はい、貴重なご指摘ありがとうございます。今出てきております問題として、保険証の廃止ってことが言われておりますの で、しかも保険証が廃止、それからマイナ保険証を作り、マイナ保険証での受診ということになっておりますから、今高齢者施設においてどんな問題があるかということで、こういったアンケートを行いました。で、出てきた結果は、半分予想していたものの、やっぱりかなり衝撃的なものでした。どうしたらそこを乗り越えていくかっていう発想は、一つ大事だと思いますけども、今現在まずは保険証を残していただいて、やっぱりマイナ保険証、マイナンバーカードは任意とする、望む人が、意思決定ができる人がちゃんとそれを持つようになさっていただくということでいいと思いますし、だから資格確認書がない場合っていうの、それ申請はだけど普通要するに勝手に送られてくるって言うけれども、要するにそのマイナンバーカードがな申請してない人は資格確認書を申請すればいいだけでしょう。だけど武田参考人、はい、おっしゃる通り、申請すればいいんです。申請すればいいんですけども、ヒューマンエラーで資格確認書に関しては申請漏れは絶対起こらないとは限らないということを、非常に多忙になった時などそういったことが起こり得ないとも限らないということは申し上げたいと思います。猪瀬直樹君、そういうふうに考えれば、顔写真のついてない保険証だって、これはどのように利用されるかわからないっていうふうな言い方もできますよね。つまりその違う人のものになってたりとか、そういうことはあるから、そう言い出したら同じような欠点があるということにならないですか。武田参考人、現在の健康保険証とマイナ保険証、マイナンバーカードの重みは全く違うと思います。そこを政府の方からも強調しておられます。最高の身分証明書である、持って歩く実印、それから持って歩く印鑑証明、持って歩く銀行印、
もうそれぐらいの相当の価値があるものがマイナンバーカードというふうに国民は理解していると思います。保険証は一部の健康保険を、診療を受けるため の、 あの保険証でございますので、重みとしては全く違うというふうに理解しております。井野先生がちょっと、健康保険証というのはそのなくしたり、それからその、その違う人がその健康保険証を持っていたりとか、そういうリスクのある本来ものだったっていうことじゃないんですかっていう質問をさせていただいたんですけどね。今武田参考人、おっしゃってることは